ます。おはー、ちょっと喉が乾燥しすぎてやばいので喉飴を舐めています。喉飴で失礼します。どうもおはようございますこんにちはに近いですけどもう喉が、うん、乾燥しすぎてやばいのでパパがこれ、喉の時はこれってめっちゃ言ってくる。これを舐めています。今まで知らんかったけど1回の量が3粒なんだね。めっちゃ食べるやんと思って3個今入ってる。なんか昨日の夜も乾燥してるなと思いながら、乾燥してるって思いながら寝たら、起きたらもう、うわー喉痛い、乾燥やばいってなってた乾燥がレベルが上がってしまったうん冬だからかな。コロナにかかることはもう今まだないので多分、じゃけんただの感想かなと思ってるんですけどこの前かかっちゃったばっかりなのでねおはようございます皆さん。おはうん、龍角散ダイレクト、私粉みたいな、え、それ粉ですか？粉みたいなやつ飲める、食べる？飴玉の形だったらいけます。そう、エアコンで乾燥しとんかもしれん。なんか広島の家ではあんまりエアコンつけないんですよね。なんかつけんでもなんかあったかいんよね、なんか知らんけど。だっけ、それかまあ着込んだりしてなんやけど、こっちでは常につけとうけん、うん、ガビガビだ喉ガビガビちゃんになりましたなんであったかい飲み物、なんか喉飴食べながら飲み物いいみたいな。これもスタバしてる。スタバうん、加湿器ね、加湿器持ってないからちょっとあれだね。これ蓋にもできるんだったっけ、これコースターみたいなやつできるわなんで咳がちょっと、咳というかちょっとううって感じになっております。すいません、雨がいます喉飴が明けおめに見えた明けおめ、喉飴、喉飴ドゥルルルルルおはみほー、おはよう、おはよう、みんな、おはようさん、おはようさんち。犬が吠えているのは無視してくださいね。え、怖い、喉の違和感からのインフルだったのでお気をつけて。え、怖い、コロナかかった時も、私でもコロナかかった時も喉の違和感からだったんだよ。怖い怖い、いや、病は気から。乾燥しています。ここにね、エアコンがね、直接当たるところにあるのでね、そういうことですね熱はねないです病は気からだからいつも測らないんですけど、全然測って会った時がもう、うわあるやばい、もうあれだってなるから測ってなかったんですけど、今日は測ってみたんですけど全然大丈夫です。36.7 でした。うん、よし。
あなたの壁に狙いを決めて、ベンザブロック、あの喉から、私は喉から、私は鼻から、こんなやつ思い出した。いや、このタイミングでちょっとなられると困りますね。ちょっと前になっておけば、まだ仕事がない時期になっておけばありがたいんですけど、これからの時にやめていただいてほしいですね。ベンチャップロック。ライトつけてないけど、つけた方がいいかな。どう、ライト感が強いから、上から、下から、上から。つけていっか、どうかな。ドクドクドン。あ、噛んじゃいそうだった今、危ない。全部口に中にあるもの噛んでしまう、危ない。噛まずに舐めてくださいねって、ここに書いてある。溶かしてくださいねって書いてあるから、頑張って。ミキタン1100日ありがとう。もう今日はちょっとわーい、お祝いみたいな、歌うぞみたいなのできなさそうです。すみません。髪伸びてきた、本当？やばいな、早いな。今噛んじゃった。早いな。でもまあこんぐらいまで伸びていいけど、伸びて上の方ちょっと短くとかにしようかな。今日は結構ノーセットというか、なんていうんですか。何もオイルとかあんまりつけてないので、結構なんだ、お風呂上がりの私に使いと言いますか、ナチュラルめな髪になっております。今日はいつも結構巻いたりとか、外羽とかオイルつけたけど、今日はな、結構ナチュラルめな感じです。ナチュラルもいいですか。私はね、もうちょっと伸びたらやりたいやつはね、スクショしてるんだけど、トゥトゥトゥルル。あ、でもあんま分からんかった。ボブなんかがっつりじゃないけど、ちょっと伸びてら若干ウルフじゃないけど、ちょっとボブウルフ的な、そんながっつりじゃないけど、なんかくびれが髪の毛に欲しくて検索しよう。なんかいい伝える画像があれば伝えたいんだが見当たらん。がっつりじゃなくていいんですけど、まあでも小島かりんさんはちょっとこんな感じの、なんかあの後ろがちょっと長くて、上前がちょっと短いみたいな、わかります。これ行きたいですけど、もうちょっとなんかな、どうなんかな、もうちょっとかって感じですか。伸ばさなかって感じかな。なんか伝わりますか、ちょっと段があるというか。マッシュ検索、マッシュいいね。あ、ちょっと犬吠えてる、ごめん。マッシュ、わかる、よかった、わかるの、よかった。こんな感じで、そう、こじりんさんの髪をずっと参考にしてる。で、今のこじりんさんはちょっと伸びてる、もう結構結んだりとかしてらっしゃるから、もうロングに近づいていってるんですけど。わかる、ワン。なんか軽めの質感なのがいい、髪の毛が。トゥルルルトゥル。手だけ寒。
ここいらんかな。いつだって眩しくて。ダメだ、歌えない。まだ公演が29日までなくて、いや、あと9日か。でも喉の治す期間があってよかった。あ、今日29日の当落だっけ。そういえばあの花は誰のもの公演の方ですね。30日の当落はじゃあ明日ってこと。でも発見ちょっと遅かったけど、だったっけ。ドキドキですね。ドキ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 。あ、30も今日なんだね。おお、皆様当たりますように、当たりますように。皆様良い1月終わりを迎えられますように。1月って何日まであるって。31だったっけな。31だ、終わりちょっと前。当落ドキドキだよね。当落ってね、どうかなどうかな。え、そうですよね、エディオンホールやから。そっか、エディオンホールか。花垂れってエディオンでやったことある？なくない？自分はない気がするんだけど。初か、やっぱ。おお、え、緊張する。奥行きとか久々の花垂れが、しかもそこで初めての場所。うわ、緊張する。2023まだみほりんに会えてないから、なんとか当たりたい。頼むね、ほんと。お昼の花は誰のもの公演はね、生誕とかはない。ノーマル花は誰のもの公演だしね。夜は葵さんの生誕祭だから、葵さんのファンの方、どうぞどうぞどうぞっていう感じだけど。飲もう。今これ紅茶飲んでるからさ、でこれオレンジ味だからさ、なんかオレンジの紅茶飲んでるわ。そういうのあるよね。レモンティーみたいな感じでオレンジティーになった。あー、犬ごめんなさいね。犬吠えてます、すいません。めっちゃ吠えてます。多分構ってほしいんだと思います、すいません。落選多すぎてへこみます。じゃあ今回は当たるよ、お待ちしております。たっきょん、お餅ありがとう。お餅なんかちょっと待って、近所からなんか聞こえてくる。待って、なんかすごい親切な放送だった。なんか今外から聞こえてきたのが、水道管が凍結しないようになんちゃらかんちゃらですみたいな聞こえてきた。水道なんちゃらです、水道管が凍結しないようになんちゃらかんちゃらです。分かってないけど、だってそんなに寒いんだ。見えるかわいい、やった。あ、なんか今日の服合ってるね、色合いが。ちょっと茶色がかった紫みたいな。ピカピカちゃん、ピカピカちゃん。あ、やばい、ささくれカサカサすぎた。今日そんな寒いんやね。いや、寒いなと思ったんやけど。3度から9度です、こちら。
でも広島も寒いです。1度から10度です。今の気温はほぼ同じだね。ああ、凍結したら破裂しちゃうってことか、と水道管が。なるほどね。あ、1100日、イエイ。1100日、のど飴食べきりました。後でまた食べるので、ちょっと消そう。1100、イエーイ、ありがとうございます。パチクリパチクリ。これは卒業するまで何日になるかな。1100日1100 1100。100日の前何してた？昨日お姉ちゃんと、お姉ちゃんがご飯をご馳走してくれましたよ。めでたい、あの成人祝いということで。あ、すごい、みんなにもありがってもらえてる。タッキーン1100日ありがとう。わだちさんもありがとう。カラさんありがとう。カンちゃんありがとう。ずるこばさんありがとう。1100、イノケンさん1100日ありがとう。また声やばい。イノケンさんタワーもありがタワーです。ありがとうございます。ちょっと待って、ボード取ってこようかな。じゃあ、よいしょ、お布団をここにね。ありがとうございます。髪ハシャハシャになってた、固めてないから。死後はおつこれを一旦消します。ちょんちょんちょん。わーすごい、見て、ウェットティッシュでめっちゃ消えます。わー、これを一旦普通のティッシュで空拭きします。よっ、すごー、すぐ消えるもんね。すごいっしょ。そう、ちょっと犬吠えてる。犬ごめんなさいね。ほいほいほい、よ、これでいいんじゃなかろうか。綺麗になりました。声やばい、声やばい。うー、リップ寝とこ。パッパッパ、リップをなじませつつ、イノケンさんにお礼を書いていきたいと思います。え、この前は見せましたっけ。トゥトゥルトゥトゥルトゥトゥトゥ、イノケンさんにこの前のタワーのお礼は見せたかな。ルンルルルルルンルルルンルン。あ、ちょっと、よし、まだ見てない。やっぱそうですよね。じゃ前回のも書きます。多分1月10日9日だったかな。メモ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 、どこ、あった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 、これだ、これ10日だ、1月10日。それもお礼を書きたいと思います。すいませんね、お待ちくださいませ。あ、なんか暖房熱くなってきた。でも手は冷たい。こ
この状況むず。よいしょ。と。矢島さん1100日おめありがとう。12番目のゆきさんもありがとう、ありがとう。マジこれめっちゃ書きやすい、なんか字がいい感じに書ける。2023年1月10日、まずはこの前のお礼を書きました。これは囲みこれにしよう。今日も一瞬だけ見に来てありがとう。ちょうどなった。なんかあの喉飴をさっき舐めたからちょっとなんか喉良くなったけど、ご飯食べたら便座ブロック飲もう。うんうんうん。福岡の方が広島より乾燥したのか。それともこっちで暖房つけすぎなのかな。なんかこっちの家の方が冷えるんだよね。あ、パッ、待って、ちょっと待ってよ。唇をプルプルにしてから取ってほしいですね。プルプルにしたいと思います。すごい、しかも今日薄メイクやけんちょっと恥ずかしいっちゃけど。犬吠えないで、よし。よし、イノケンさんタワーのこの前のタワーのお礼からいきます。いきます。どうぞ。イノケンさんありがたわでした、ありがとう。イエーイ。ありがとうございました、ありがとうです。ビヨンビヨン、おじき、ありがとう。でもまだこの後も書くよ、続けて。今日のさっきのタワーもお礼書きたいと思います、ありがとう。では書いていきたいと思います。ワン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 、次は囲みを変えよう。何しようか。すごいこれ、マジこれ、このボードいいな。なんか100円とかではなかったんですけど、全然このボードむしろ高かったんですけど、楽しい。これ普通に今後もなんか普通に家とかで使えそう。なんかよし、続きまして、じゃ次はどう書こうかな。あの中身書いてからにしよう。3、ありがたわ、あ、あーリモート会議とかでボード便利そうなんだ。例えばこんな感じ。としひろさん1100日おめでありがとう、ありがとう。トン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 、日のの2トン、
お腹鳴っちゃった。お腹すいとんかな。お腹すいとんかな私。下向いて書いてるとこがかわいい。イエーイ、頑張れお仕事。ファイト、矢島さん。あ、おも、間違えた。文脈間違えた。2023年1月20日だっけな、今日は。10日は過ぎたんだね。10日から。ゆうぴょん1100日おめありがとう。とっくくさんもありがとう。あ、顔熱くなってきたわ。切ろ。よし。うわ、囲むのむずいかな。やばい、音ごめんね、嫌だったら。うわー、うわー、よし、見えるかな、これこれ囲み、あれ、あの形にしたけど。では、伊能健さん、今日のタワーありがタワーでした。ありがとう、ハト。ちょっと四角くなっちゃったけど、ハト。じゃん。なんだなんだ、ハト。あ、ありがとうございます。おやい、できて嬉しい。いつもありがとう。こちらご相談よ。こちらがいつもありがとうです。本当ありがとうございます。じゃじゃん、ありがとうよ。優しい方がいっぱい。うわー、すごい、これ本当にすごい。うわー、なくなってる。みほちゃん、おはよう。おはおはおは、ありがとうございます。ビヨンビヨン、おじぎ、ありがとうございます。あ、アスパラさんも1100日おめ、ありがとう、ありがとうよ。1100日、今日バブミ強い。多分ね、そうだよね。だって私ね、あのアイラインと眉毛とリップしかしてないや。だからだ。でも髪はね、もうほんとそのまま。これはお風呂後そのままみたいな感じだね、ほぼ。お風呂の後なんか中学生みたいな感じになるね、髪が。今日はナチュラル目お送りしております。白いとかイエイイエイイエイ。いや、これはね、朝髪、今日朝ね、髪朝シャンプーしてみたらどんな具合になるんやろうって思ってやってみて、ではアイロン前髪だけですね。後ろはもう乾かしたまんま感じかな。まっすぐ直毛ひょんってなってるですね。なんか夕日みたいな太陽出てきたね。ショートだと朝シャンもはかどり。本当に本当にやろうっていう気持ちがめっちゃ出てくる。だってなんか5分ぐらいで終わるもん。5分もかかなんか。あ、お腹めちゃくちゃ鳴っています。あの、洗って乾かすまでで多分10分ぐらいでできるもん。どっちも合わせても多分。前まではなんかもう、何やろ、髪やろうだけ。
40分ぐらい洗って乾かすまでなっとったけど、あ確かに洗面台でなんとか、あ確かにねこうなるけど、こう洗うのめっちゃむずいけど、確かにめっちゃ楽になりました本当に。あれみたい、人間関係みたいになっちゃったポーズが、そうめっちゃ楽なんですよ、マジありがたい、髪の毛短いのありがたい。今日はお腹が鳴っていますが、昨日食べ過ぎちゃったので、昨日私はお姉ちゃんとご飯を食べた後に家に帰ってチョコが食べたくなってしまい、チョコを食べました、たくさんたくさん食べましたので、たくさん食べましたので今日は控えめに過ごしたいなと思っておりますので、まだ食べるのを我慢したいと思います。お腹はめちゃくちゃ鳴っています。竹まつるさん1100日ありがとう。昨日はあのネットフリックスを見ながらね、夜帰ってきてから一人で二次会してた。一人で食べっ子動物とチョコポテチみたいなやつ食べた。これめっちゃ美味しかった。秒で食べきった。見えんか。セブンのチョコポテチ美味しかった。あでもちゃんとキレートレモンのむくみ飲んどる。そこは飲むんかい。これ美味しかった。チョコポテチ。でも量がめっちゃ少なかった。秒で終わった。いいよね、ネットフリックス見ながらこういうの食べる時間素敵。スタバのティーバーナの紅茶を飲んでた、あのパックのやつ。でも全てはこいつが助けてくれるから、全てはこのむくみ、むくまないやつです、これむくみが助けてくれるということを信じていつも頼りにしながらやっております。これをなんか締めに飲んだ。ネットフリはなんかみんながマジ友達とかほんとみんなが見て見てって言ってきたからファーストラブを見てるけど、なんかキャーって感じキャーって感じや。でもあっという間に7話ぐらいまで来たけど、あとは私はあのめっちゃお腹鳴る、やばい、どうしよう、ごめん謝っとくわ。てか鳴らせるかも、あまだ鳴らせんか、鳴らせんかったまだあの今はの国のアリスだっけ、読み方合ってる、それのさ、それの前のやつを見たことあってめっちゃ面白かったけんね、早く見らないかんと思いながら、その2の方見たいなとは思っています。今日はゆったりネットフリックスを見て過ごそうかと思っています。え、今まで合ってるっけ読み方、なんか最初見とった時なんて読むちゃろこれ、なんちゃらアリスって思ってたんやけど、うんそれは見ようかなとも思ったり、たり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 って感じですかね。うんまたお腹鳴りそうな予感がしてくる。姿勢よくしたらいいか。あこのニットもしれっと新しい服やわ。なんか軽く着れる、ちょっと薄めのニットって感じで、まあ普通に可愛いって感じで買いましたね。ネイルと合うねこの色。今はの国で合ってた。あれもちょっと見よう。あのちょっとあの怖い系というかああいうの好きなんでね、ハラハラドキドキして、なんか現実にないやん、イカゲームとかもそうやけど、なんかハラハラドキドキ系がお腹鳴りました好きなので見ますそう、怖い怖いっていうか、なんかホラーではないけどなんか怖いんだと思う。ゆうぴょん似合う、ありがとう。貞子とかはそういうのはあんまりやけど、なんかこういう怖いやつわかる、
かる？一気に、あれドラマみたいな感じなんやったっけ。ネットフリー、ネットフリー。喉を飲み込むの痛い飲み込むの痛い。今はの国のなんか新作の映画も何個かある。これ何？これも面白そう。韓国ドラマみたいなのか。ちょっと見ようかなこれ。見ようかな。ちょっとこれこのまま見てるのかな。聞いてみよう。トゥトゥルルルルルルトゥルルルルル。本格的に喉、そうなの。だからもうパパからのこれを大切に大切に。もうでもあと1回分ぐらいしかないね、舐めるの。配信終わったら舐めよう。おのどさん乾燥しておる。なんか寝る前乾燥しとるなーって思いながら寝てしまったけんな、そのまま。でも寒いから暖房つけたいしなーって思って。かもしれん、ね、かもっていうかそれじゃね。あ、のどぬるマスク、そうだ、あるんだ。前コロナになった時に買ってたんだ。そうだった。あと便座ブロックあります。喉の、喉用の。それはご飯の後だっけね、に飲もうかな。もうお腹空いてきた。やばい、どうしよう。まあ、早めに食べてもいいだが、いいだがってない、いいのだが。でも何もないな、家に。朝ごはん食べてない。最近ね、朝ごはん食べんの。朝ごはんこのなんか紅茶かコーヒーって感じなんだよね。だからお腹鳴ってるんだよね。うー、大地さん1100日おめありがとう。イエイ。いや、なんか朝ごはん食べても昼にはどうせお腹空くんですよ。だから頑張って朝ごはんを我慢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 したら、我慢できたから、あ、じゃあ朝ごはんはいらんや、昼と夜でいいやと思ってきた。そうなんです。お腹を空かせて空かせてお昼を食べて。でもこう今吸いとってもなんか時間経ったりとかなんかしよったら忘れるんよね、若干。それを活用してえ、わかります、よかった。昼ご飯は我慢できん。でもこの前はなんか、そう、この前ね、あの知り合いのいちご狩りに行ったんよ。知り合いのとこの畑の写真今日も載ったんやけど、その日とかは多分2時ぐらいまでは何も食べてなかったんやけど、もうその時はさすがにお腹めっちゃ空いた。やばい、早くイチゴ狩ろうって言って、早く早くって思いながらついて、うん、イチゴ食べたけど、前までイチゴ狩りなんか 3,40 個ぐらいはイチゴ食べてたんですけど、なんか食べなくなったわ、イチゴ狩りも。13個4個ぐらいしかその場では食べんかった。まあ一個一個がちょっと大きかったけど、そう。まあでもお持ち帰りもできたから、知り合いのとこやけん。そう、めっちゃ食べれんくなってしまう、すぐお腹いっぱい。なんか水分、なんかフルーツ水分が多いけんお腹いっぱいになるけん、いつもあんま食べてなかったんやけど、そう。でもすぐお腹いっぱいになるけど、すぐお腹すくやん、なんていうん、すぐ、もう1時間経ったらもうお腹から消えとったよね。そうだっけ、夜ご飯もめっちゃお腹空いて、めっちゃお腹空いて食べに行ったもん。めっちゃ水分だね。水分系はすぐお腹空く。で逆になんかうどんとかそばとか後でお腹いっぱいになる気がする。そうだよね、ほぼ水だから。私はじゃあその日は昼ご飯食べてないってことか。なるほどね。夜ご飯しか食べてないんだ。じゃあ私その日
雪組まだね食べてないです。まだ大切にとって。お姉ちゃんがこの前見つけたよって送ってきたから5個とりあえず買っといてって言って言っといて、昨日会ったからその時にもらったのね。マジ楽しみ。でも雪組の方が雲組よりちょっと固めみたいな言っとった。多分形状でそうなるんやん、形が。しかも雪組の中にもなんかレアな形とかあるみたいです。なんかうさぎ年やからうさぎの形とか、あと雪だるまの形とか、なんかいろんな形がランダムに入ってるみたいです。楽しみです。お姉ちゃんもね、なんかね、なんか動物の形出してた。私はやっぱね、雪組、雲組とかはあの白いそうホワイトソーダ系の味が好きやから嬉しい。マジで出てくれて、自分で見つけれんかったよね。だけんお姉ちゃんが買ってくれてありがたい。どこに来てたっけ、お姉ちゃんから。これだ、寒っ。あ、これこれ、白熊の形もあるんだって。そうそう、じゃあお姉ちゃん白熊の形送ってきてた。河内河内河内。昨日はね、またね、自撮りでも分かるくらいに顔が真っ赤だったと思うんですけど、お姉ちゃんとゆったりしんみりというか、めっちゃ喋りながらやけど、ゆったり、なんかイタリアンを食べたから、イタリアンってあのコースみたいな、あのゆっくりゆっくり一品ずつ出てくるから、むっちゃゆっくり食べて飲んだらめっちゃ真っ赤になってましたお姉たんは私よりも弱いですけど、お酒と。どう、2人して真っ赤っかでした昨日は。でもいろんなこと話せました。雪組今食べてた。おタイムリーだ、おいしい。なんかもちもちだよね、だから好きなんだよね、大人の楽しみ方。だから久々に天神に行きました天神天神天神、そう久々に行って、まだ木曜日だからそんなめっちゃ人多いとかではなくて、そうなんです、おディナーを楽しみました。最近お姉ちゃんとイチジクバターってバリうまくねっていう話しとって、イチジクバターのあるお店に行って激うまだった。なんかレーズンバターとかよくあるじゃないですか、イチジクバター食べてみてほしい。どこかお店に、たまにあります、あのお店に。私もまだ2回目だったんですけど食べるの、イチジクバターやばうまいから食べてほしい。バターサンドとかレーズンバターとかが、バターをもうかじれるよぐらいの人とか、ちょっとこってり好きとかいう方は好きやと思う。いちじくバター、なんかいちじくがね入ってる、なんかね、ちょっと待ってね、写真があるよやつなんだけど、めっちゃうまいのよ。この前お姉ちゃんとたまたま別にそれぞれ違う店で食べとんやけど、違う店で食べとうやけど、いちじくバターってうまくねって話をされて、え、私もこの前いちじくバター初めて食べてめっちゃうまかったよねっていう話をしましてですね、このパンの上に乗ったんやけど、いちじくバターこれ激激美味しい。とけん、これを食べに行きたいねって話しとって食べに行かせてくれた。これいちじくバターのブルスケッタ、激美味しい。これもう、これなんかこれ多分筒とか、なんかバターの形状、四角とか丸い筒とかでそれを切ってのせてるんだと思うんですけど、筒ごと欲しいよねみたいな。マジで売っとうとかなんかあんまないんよ。レストランとかで出してはくれるけど、その丸ごと買うみたいななくて、ネットとかにあるかな。ガチガチ食べたいと思って食べに行きます。え、全人類食べた方がいい、本当に思います。本当に広島もあるかな、どこかにありそうやけど、いちじくバター食べた方がいい食べた方がいい。あ、出てこん、わからん。いちじくバター、これは本当にうまい、みんな食べてほしい、マジやばい。売ってないのかな、いちじくバターって丸ごと。あ、なんかうっとう
のもあるかもしれない。フランス食堂、これマジうまい。私バター大好きなの。いや成城石井はレーズンバターはあった、見た見た、レーズンバターは売ってるの。昨日も天神のなんかそういう成城石井的な店で見て、レーズンバターはあるけどイチジクバターないの。全然ないんですよ、見かけないんですよ。いや売ってないよ。カルディも見たんですよ、レーズンバターしかないんですだからね、イチジクバターはマジ探しとる。ちょっとあったらここにあったよって教えてください、大声で。ここだよってよろしくお願いしたいです。本当に美味しいの。今一人一個しか食べてないけん、さっきのこれ足りん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 、マジうまいんですよ。バター好きやったら大好きで、お姉ちゃん結構バターとかそういうのあんまり好きじゃなくても、このイチジクバターだけ大好き。探そう、見つけたら教えてくださいマジで求むって感じ。うわでお姉ちゃんはね、私のことを撮るのがすごくすごく上手なので、またおはように使えそうな画像もね撮ってくれたので、送りじゃない載せたいと思います。待っててください。おお、1月30、いちじくって言いそうになった。1月30当選連絡来た。29、30の当落、じゃあ来るんじゃない、みんな。どうかな、みんな当たりますように。楽しみやねお待ちしております。ヨロピック、よろしく。あ、ライトつけちゃった。じゃあ50分に終わろうかな。楽しみ、よろしく、わっしょい。妹ちゃんのことよくわかってる。ありがたいよ、本当に。あら、仕事捨てられなかったので自宅待機。そっか、拾うのに全然捨てても後で拾っとくのに。お、当然メール来てた。おー、よかったよかったよかった。ぜひ来てください皆さん朝からお顔すち、イエイイエイイエイ、ウォーウォー、イイイイイイ。この後はソファーに寝っ転がってネットリックスを見るという生活を今日はしたいと思いますまあ喉もいたわりつつ、でもあのワンちゃんがおるので暖房をつけたままですが、ゆったりみほりんです。あ、あと今日は一個しなきゃいけないこともやって、そしたらゆったりできるな。よしよし、手紙書いた、ありがとう。ずっと今ずっと広島おらんけん、帰ったら手紙とかプレゼントとか確認しよう。楽しみ。なんかずっと事務所とかに行ってなくて、行ったらめっちゃプレゼントとか手紙とかあるみたいな状況、幸せすぎるもん、誕生日の気持ちになる。けん楽しみです。あと大事に、ありがとう。ありあり、あ、ピスタチオバター、なんかカルディなんか有名になってなかった、たまに、たまにって何、前になんか見た気がする。ジョージさん1100日もありがとう。さあ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 、ということでランキングを読んでいこうかなと思います。ではいきます。22位のみほりん賞からいきます。22位は渡辺さん、そして13位はゆきひらさん、12位こうすけさん、11位かわうそさん、10位けんすけさん、9位たくとさん、8位るいさん、7位じとくさん、
6位アルマザトリアさん、5位リーツさん、4位タクアンさん、3位オロチさん、2位大地さん、そして1位イノケンさんでした。ありがとうございます。お久しぶりのミホリス、ありがとうありがとう。今日で1100日配信だったということで、このあとこれからも配信続けますのでよろしくお願いします。ということで最後にじゃんけんして終わります。最初はグーじゃんけんパー、あピンポン鳴ってる急いで行ってきます。ありがとうございました。